ははい皆さんこんこにちは村長です先日からトゥーントラック社の e ージーシリーズをいろいろご紹介していますそんな中で e ージードラマーの達人級になれる裏技これを今日はご紹介したいと思います村長ミュージジックスタジオ 通常 EG ドラマーのサウンドにどうしても不満が出てきた場合は EGX という拡張音源これを追加するとドラムのキットが増えてきますそのキットにも若干サンプルは付いてるんですけれども別の MIDI ファイルというのがありましてたくさんの MIDI ファイルが販売されています そういうのを使うのも一つなんですけれども今日はその音色ということとそして MIDI のグルーブということをほぼ無料で追加していけるという機能をご紹介したいと思いますまず今日の一つ目の話題はグルーブの使い回しというお話です今ここに MT Power d r ッ m Kit 2というソフトを出しました これは基本的に無料のソフトです。良ければドネートお願いしますという画面だけが出てくるだけで、そこはスルーすれば実際すべての機能が使えるというとっても優れもののソフトです。以前は有料で販売していたこともあるんですけれども、このソフトの特徴は今画面に出してますようにグルーブがとっても便利だということです。 立ち上げたときは、このドラムキットの画面が出まして、音源は一つのキットしかないんですけれども、グルーブスというボタンを押しますと、このような画面になります。e ージードラマー3がグルーブを入れるのも便利だといえども、この MT パワードラムを追い抜くことはできないと、僕は個人的に思っています。それぐらい便利です。今 マウスで示しているところが3バーズということになっています。3小節ということです。これはなぜ3というような中途半端な数なんでしょうか。ここを3にしておけば3小節のミリードアックドロップができるということなんです。ちょっと先に聞いておきます。 このようにも聞けますし、そして左のところはスタイルと書いてますが、ジャンルなどを選択できるということです。ここでイントロというのを押してみます。そうしますと、こういうふうにイントロっぽいのができますし、8ビートのライド というのを選択しましてそして鳴らしてみるとこのようになるわけですそしてそれにとってもマッチしたフィルがこの右側に出るようになっています選ぶたびに変わったりしますそうしましてここから選んでいきますこれを EasyDRAMA3 にドラッグドロップできるということです はい、3小節入りましたので次はフィルを入れてみますこのようにできるわけですそしてここで聞いてみましょうこのようにとっても便利にミリーの連携ができたわけです そうしまして、Easy d r a m a 3の僕が特別気に入っているエディットプレイスタイルというので、手数を増やしたり、ベロシティを変えたり、もしくは叩き方を変えたり、アーキュレーションというやつですね。それを変更したり、簡単にできます。エディットプレイスタイルをしましたら、ちょっとこのように曇った画面になりますが、ここでバリエーションを少し作ってみます。はい、このように、 ループを作りましたそして聞いてみますスネアから変えていきたいと思いますこのつまみが手数になっていますベロシティを変えます はいじゃあこれをライドを変えていきたいと思いますこのように編集がとっても楽にできるわけです通常は次のこのフィルの部分を また変えていきましょうという話になるんですが、こうしてしまうと、先ほどせっかくボリュームなどを変えましたが、ここでまたその指定をする必要が出てきます。これではあまりにも非効率です。これはどうしたらいいんでしょうかこういう時は、この2つのグルーブをこのように選択しまして、右クリックをしましたら、マージというのがあります。 このマージをするとこのように一つのブロックにまとめることができました。こうやってからこのエディットプレイスタイルをやればフィルムをまとめて一緒にボリューム感とかそういうものを変更できるようになります。ちょっとやってみましょう。 このようにマージの機能というのはとっても重要なことですので必ず覚えてくださいこのようにしてサク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 ですね MT パワードラムを前面に出しておきましてドラッグドロップで聴きながら入れていけばいいわけですフィルがない場合はここを 4バーズにしておけば、このように4小節入れれます。もちろん8小節入れるときは8バースです。Easy d r a m a ー3のグルーブス。これも大変便利なんですけれども、今のような操作性ではありません。ですから皆さんも ぜひとも無料ですので概要欄にも貼っておきますので MT パワードラムキット2これをできるだけ活用してくださいそしてドラム専用のソフトをまだ一つも持っていない人でもこの MT パワードラムこれはとても素晴らしいソフトでポップスなんかにとてもいい音になっていますのでぜひとも使ってみましょう 次は二つ目のお話をします。それはサウンドということです。イージードラマーはこのメインルームと言われるドラムキットの他に標準で三つのドラムキットが付いています。一つはブライトルームです。このようなタムが多いドラムキットになっています。そしてもう一つがちょっとレトロな感じもするタイトルームです。 これなんかはジャズなんかにもいい生ドラムっぽい音がします。ちょっとスネアを叩いてみましょう。これはすごくタイトな感じですね。そしてサウンドのバリエーションというのはこのようにドラムを右クリックをすると7つのドラムが初めからついています。他のを選んでみましょう。すると こんな生っぽい音がなります。こうしてドラムのキットは自分の好きなように変更ができるわけです。バスドラ。はい。これもすごくタイトですね。バスドラの場合は4つのバリエーションがあります。はい。かなり残響が残るバスドラです。こうやりまして変えていくんですけれども、もっとやりたい。 というようなことが出てきます。EG ドラマ3以外の優秀と言われているソフトではかなり音作りを突っ込んでやっていけるような素晴らしいソフトもたくさんあります。でも EG ドラマ3は音作りという意味ではそのぐらいも深掘りをしていません。ですから少しドラムの音色というのに不満を感じる方もおられると思います。 そういう時は冒頭にも説明しましたように EGX というオプションのソフトウェア群がありましてえ僕の知る限り2、30ぐらいはありますけれどもそういうキットを買うといろんなドラムのサウンドが作れるようになるわけですでももっと便利なことがあります一時は無料配布されていました Waves の Cosmos という ドラムデータベースがあります。こんな感じです。このソフトは今は購入しようと思うと2200円かかると思うんですけれども、まあキャンペーンなんかもまたあるかもわかりませんが、一時は無料で配られていました。もしくは CR8 という4400円でしたか。そのぐらいのソフトを買うとこれは無料でついてきます。CR8 というのはサンプラーソフトです。 ここで一度クリアーを押します。このようにして簡単に検索ができるようになっているんですけれども、ここでドラムスというのを選びます。そしてキックというのを選んでみましょう。そうすると、ここにキックの音がたくさん出てきました。ちょっと右の方に振っておきます。サウンドを聞いてみましょう。 このようにワンショットが入っているわけですね。そして、この文字の部分ありますね。今でしたら w a キット4 3となってますが、これをですね、EasyDRAMA3 のバスドラに引っ張ってくるだけで、この音を使えるようになります。ちょっと叩いてみましょう。はい、こんな風に変わりました。もっと特徴のある音を鳴らしてみましょう。 はい、これなんかがいいでしょうかねはいこれをこちらへ持ってきますとはいこのようにドラムキットが簡単に変わりますスネアの場合はどうでしょう今はこういう標準的なスネアの音が鳴っていますこれをですねこちらの方でキックをまず消しましてそして右の方にスネアというのがありますのでスネアを選びます そうすると、スネアのワンショットが出てくるわけです。これを、このスネアに引っ張っていきます。聞いてみましょう。はい。ちょっとこの変わった音を入れてみましょう。はい。このようにしますと、 はい。このようにスネアが変わります。こうして簡単にスネアの音を変えれるわけです。前の音の方がいいなと思った時は右クリックしてください。そうしましたらここにデフォルト Easy d r u m r 3のタイトルームの中にあった 5×14 インチのスネア、これに戻しますという風にここで選択します。すると元に戻りました。 はい。このようにですね、ドラッグドロップだけでドラムのワンショットのサウンドを切り替えれるということになります。今日は無料もしくはとっても手頃な価格で導入できるこういうものをお見せしましたが、別にこの紹介した2つのソフトだけではありません。いろんなものを使えます。例えば AD2 という有名なドラムソフトですね。 これをちょっと出してみます。コスモスは少し隠しておきます。このようにしますと、こうやって選んで再生をすると、このように試し聞きができるわけですけれども、これでいいなと思いましたら、このグルーブのところに 引っ張っ張てくることができますドラッグドロップたったこれだけですねこのようにご自分の持たれている MIDI のグルーブが簡単に使えるわけですまあこれらはほとんどがスタンダード MIDI の音程になっていますので特別なことがない限りはほとんどそのままでも使えますもしスネアの音が違う音程に入っているような場合があれば グリッドエディターで場所を変えればいいだけのことです。このように AD2 のグルーブも使えます。そしてサウンドの方ではこの AD2 と同じ会社で XO というとっても優秀なソフトがあります。こういう宇宙をイメージしたようなとても検索しやすいシステムが搭載されていまして先ほどのコスモス これもこの XO を参考にして開発したと言われています。ですからここで赤いところはバスドラの音が入っている領域です。ちょっと鳴らしてみましょう。ほとんどがバスドラです。青いところはスネア系です。このように 簡単に使えます。この XO もたまにはキャンペーンなどで半額ぐらいになっている時もありますのでたくさんのワンショットがあるのでとても有効ですそしてバスドラを選んだ時は画面の下の方にそれに近い音がこのように並んでそれを選択していくだけでバリエーションが出せます こういうことですね。そして、この音をどこに入れるかというので、ここですね。これを選択しまして、そこから、どの音使おうかなって感じで、このようにします。ちょっと変わった音を入れておきましょう。はい。この、ボーンと響くような音に、 このキック位置をしましまた。このようにしましたらこの上のところにエクスポートという機能がありますのでこれをするとこんな画面が出てきますそこで先ほどコスモスの時にやった要領と同じようにこの音をここにドラッグしますこれだけで音が変わりましたちょっと聞いてみましょう はい、このようにして変えれますのでまた違う音はい、今度はこんな響かない音にしましたこれをドラッグするとこんなふうにとっても簡単にドラムキットを作り変えるということができるんです ここまでのところわかりましたかサウンドとそしてミディのグルーブはもう買わなくていいよというお話です。そして今日は最後にもう少しおまけな話をします。ED ドラマーの方にもグルーブスというのはありまして、ここで色々選択をしたり、そしてトゥーントラック社にはこのタップトゥーファインドと言いまして、 自分が好きなスネアのタイミングなどをこのように入れたりしてもしくはこれが8部になっていますがここを16部に変えるともっと細かく入れれますこうしましてキックの位置、こんな風にしますとちょっと効いてみましょう あんまり上手なドラムのパターンではありませんがこうしましてこの「サーチ」をすると今のような感じの音が候補されるわけです、はい、このようにしてチョイスできたりとっても便利なグルーブスなんですけれどもでもちょっと一度クリアしますね。 例えばこういうこういうグルーブがあったとしますこれもあまりたくさんの解説などがない話なんですけれどもここにグルーブパーツというのがありますこれを選択しましたらこのようにパーツが出てきます使われている楽器ですねこれらがこのように選ばれます グループによってこの出る数というのはいろいろです。でもここでハイハットというのを選んでおきますと、ここで再生すれば、このようにハイハットだけになるわけです。今度はスネアだけにしてみましょう。こういう風になっています。例えば、 ハハイハットだけを入れたいと、これが気に入ったということになりますとこのここからグルーブをこのように引っ張ってくるんではなくてこの右側ですねこの「ハイハット」と書かれたところからグルーブを引っ張ってくると、はい、このようにハイハットだけを入れることができるわけです。 そうしましたら、ここでもうスネアはいらなくって、キックとハイハットでちょっとイントロのところを飾ってみたいというような時がありましたら、これにキックを足せばいいことになります。こういう時は、ここの上に重ねます。このようにですね。そうしましたら、ハイハットとキックだけのグルーブができるようになるわけです。 このようにイージードラマー3のグルーブというのはパーツ分けができまして必要なところだけを使うようにできますちょっとコントロール Z で戻しますはい今ハイハットだけが入っている状態ですそうしまして2小節だけ進んだところでバスドラを入れていきたいというようなことがありましたらこのように 引っ張ってきまして、そして途中から入れるということができるわけです。そして今度はもう少し進んだところ、この辺ぐらいからスネアも入れていくということにします。そうしましたらこれを引っ張ってきまして、この位置から入れる。このようにしますと、このグルーヴはどうなったか聞いてみてください。 にですね、細かな調整もできるということです。パーツに分けれるってとっても素晴らしいですね。ですから必要なグルーヴから必要なものだけ使うというようなことができるわけです。もちろんここでやらなくてもグリッドエディターを使って不必要な部分をこのように選択しましてそしてこれをミュートしておくと もちろんこれでもできるんですけれども先ほどのやり方の方がとってもスマートですよね今日は3つのお話をしました1つはミディのループは他のソフトから使い回ししましょうということです2点目はドラムキットのその音を今まで持っているソフトもしくは今日紹介したのはウェーブスのコスモスもしくは XLN オーディオの XO というね、素晴らしいドラムデータベースがあります。もちろん自分が他から集めてきたワンショットでも OK です。そういうので、このドラムの上にドラッグするだけで全て使えるようになる。そんなことが2点目のお話でした。そしておまけのお話としましては、Easy Dramer 3の グルーブスはパーツごとに分けて使えるというお話でした。皆さん、どれを知ってて、どれが知らなかったか、いや、全部知っている人はとっても上手に使えてると思うんですけれども、初心者の方でなんとかグルーブだけを入れて使ってたというような方は、こういう使い方ができるようになると、一気にドラムの音楽性がアップしますので、ぜひともチャレンジしてみてください。 今日はご視聴ありがとうございました。村長スタジオでした。